おはようございます。今はこんな時間なんですけどね、今のところね、誰も来てませんということで、今日は久しぶりのね、このレックス700、はい、ちょっといろいろありましてね、やっと調整段階に入ることができます。ちょっと最近ね、このレックス、全体的になんですけど、全体的かな、この700とか、部品がね、手に入らない。マストとか特にね、メインギアももう今、多分当時の分はもうないですし、スピンドルはね、大体一緒なんでね、いいんですけど、でね、このヘッドをね、もう、ヘッドごと、交換しました。今のね、レックスのね、なんだっけ、700X、それのね、最新版に変えてます。はい。なので、ね、多少マストが短くなってるんで、アップフリップですよね。メトロノームとか縦メトロとアップフリップ系にすると、ちょっとね、テールパイプを叩く恐れがあると思うんでね。ダウンフリップとかサイドメトロ、その系はね、多分大丈夫と思いますんでね。はい。こちらもね、綺麗になってますって言っても、わからない人はわからないんですけどね、知ってる方が数名いると思うんでね、これもね、塗装、水平尾翼塗装しました。幸いね、同じ色、自分持ってたんでね、塗ってます。はい、じゃあこれで、今日調整段階に、してみようかなと思います。あと下にね、これは470なんですけどね、これこれもね、なんだろう、メインギア、それがね、どうもね、見当たらないんですよ。でね、その一応470のとこのジャンルにあったメインギアはね、ピニオンを変えないとね、なんか 11T のピニオンに変えないといけないっていう感じに書いてたんで、で、なのでね、一応450L の自分のね、機体からメインギアを移植しようかなと思ったんですけど、朝ちょっとバラしてみたらね、ピッチが合わないので、多分なんかこれ、また特殊なんでしょうね。はい。似てるようでちょっと違うという。なのでまたちょっと探すことにします。とりあえずね、手に入った部品だけね、交換するために持ってきました。どうもね、家でするにはちょっとね、バタバタしてちょっと全然する暇がないんでね。はい。あと、他にもね、なんかいろいろと、機体登録とかなんやかんやとあるんですけどね。クラブ登録でなんか、その場所、国道、地理院だったっけ、それの分からね、データを取ったりしないといけないんですけどね、まだそれもちょっとあましできてない状態でね、もうバタバタです。はい、ということで、今日も、楽しんでいきましょう。はい、以上です。はい、今9時51分なんですけどね、なんやかんやでね、ずらっと、急に集まってきました。まだ多分2、3人は来ると思うんですけどね。はい、楽しくなりそうです。今日も無事にね、何も落ちなければいいんですけど。はい、以上です。息を飛ばしてみたいな。ああ、行った。足行ったん？はい、飛んでない。ドローンをやめて、もうゴブリンで。いいよな。やっぱ静かやな。静かやろ。静か。綺麗に上がるの。綺麗に上がる。すげえ振動もねえし。なあ。いいあれや。実機見て。あれ草刈りするか。四枚ローターはすごいな。これが気になってしょうがねえな。安定しとる。マトフィーヨンよ。なあ。一時期減らしちゃったんだっけ。
これがズーム最大か。あー逆光だ。まあこっちに混んでくるなあ。まあな、突っ込んできたらな、ちょっとな、困る。本当で、うん、一回トラブったのかもね。左に行く、行くって言ったけんな。あーすごいゆったりスケールの飛ばし方なあ、うん、6軸で飛ばせばいいの。まあね、朝が6軸は問題ねえって言ったよな。すげえ安定しとる。すげえな。うん、ほんとこれあれやんな、スケール的うまい。打っちょる。ああ、先端ほんとやな、キャノピーちょっと打っちょるな。まあこのくらいはいいな。うん、あれはね、まあガポッとはな。おお、すげえリアルな音。うん、まあ、うん、モニターではペラがゆっくり回る。実際目視はペラほとんど見えんけど、逆光がな、これなんか iPhone12 か13かもっと綺麗に映ってないんだけどな。かっちょいい、でけえ、安定しとる。おお、おお。買うかね。デルタさんがびっくりする。何もなかった。